皆さんこんにちは、たまごちです。今回はですね、私の大好きなテレビ番組のね、グッズをね紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらでございます。はい、こちらでございます。アメトーク絵心ない芸人組、こちらでございます。こちらはですね、アメトークのね、絵心ない芸人っていうのがあったんですよね。で、その絵心ない芸人で登場した芸人さんたちが描くね、この絵がですね、こうグミ化されたんですよね。これね、もう発売された当初からもう大人気でございましてね、もうすぐ売り切れたんですね。ですけれども、私は裏ルートでなんとか入手いたしまして、こちらゲットいたしました。で、こちらですね、なんと裏側にですね、ほらほら見てください。ステッカーがあるんですよ。うわー、すごいすごい。ではまずね、ステッカーから見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ステッカー見ていきましょう。あー、カメラに映らない。うわー、オッケー、破壊成功。あ、ハサミで切り取るらしいです。あ、ハサミを使ってできます。無印良品です。お、ステッカーごと来てない。オッケーオッケーオッケー。見ていきましょう、どんなやつなのかな。いきます、せーの、ぽい。おー、お得意さんのですね、いいですね。おー、すごい。チュートリアルのね、得意さんがね、描かれたこのゴリラでございます。面白かわいいですね。あ、指邪魔がすごいですね。得意さんのゴリラゲットいたしました。うほ、美味しそう。食べていきましょう。これ見たら、これはチュートリアル得意さんのかな。ゴリラのレア組が入ってるらしいかもしれません。楽しみです。いざ、そのまま開けれない。もう汚く開けます。で、中身こんな感じです。うわ、カラフル、すごいカラフルですね。おー、いいね。で、匂いはめちゃくちゃいい匂いです。一種類ずつ見ていきましょう。一種類目はこれ、かわいい。あ、こっちか、かわいいですね。猫かな。うん、猫かな。ライオンだ。うん、ライオンね。ライオン食べていきたいと思います。いただきます。うん、美味しいです。ちょ、もう一個食べますね。こちらでございます。なんだこれは。お、ウサギかな。ウサギをね、食べていきます。いただきます。いちご味ですね。うん。で、最後はですね、こちらでございます。ちょっと縦長ですね。なんだ、犬みたいな感じかな。お、気になりますね。ではこちら食べていきたいと思います。うん、完食いたしました。どれもね、美味しくてですね、食べた後にさらに甘みが来るというね、こう二重甘みが来てます。ありがとうございます。でですね、絵心ない芸人の組ですね、このバンダイナムコが出してらっしゃるんですけれども、バンダイが出してらっしゃるあのニャンコ大戦争組ありますよね。あのニャンコ大戦争組みたいな味かと思ったらちょっと違います。これいいね。美味しいし、グミの形がものすごく面白いですね。面白いものばかりでございます。で、結構味も豊富にあるんで、これ本当に美味しいんで、皆さんもね、買ってみてください。最後まで見てくれてありがとう。まとめてない？イエーイ。